2015年5月3日、強化時報は、日中戦争期に、日本の戦闘機を38式歩兵銃で撃墜した兵士を紹介した。男性は、八路軍第10団団長のバイ・インホア。報道によると、1940年2月、平西地区に侵攻してきた日本軍は、八路軍が地対空の武器を所持していないと甘く見て、戦闘機を低空飛行させ、爆弾を投下したり、機関銃を操作したりした。怒ったバイ・インホアは、戦闘機への射撃を命令する一方で、自ら、衛兵の38式歩兵銃を手に取り、戦闘機に向けて連射。そのうちの一発が操縦士に命中し、機体は山へと墜落していったという。この報道に、中国版ツイッター、ウェイボーには、多数のコメントが寄せられている。信じない奴は裏切り者。極刑だ。抗日神ドラマの宣伝。手で日本兵を引き裂いたって話、信じるわ。高等無形な抗日ドラマを引き合いに皮肉っている。中国には神がいたのか。これは一種の信仰だ。科学とは無関係。これは信じられる。だってキム・イルソンは石ころで衛星を撃ち落としたんだろ。第二次大戦期の日本軍の軍機は多くが急降下爆撃機だった。機関銃で操作するにはかなり低く飛ばなければならない。高度は20から30メートル。ありえない話じゃない。38式は自動じゃない。連射するのにどれだけ時間がかかるか分かってんのか。その間に飛行機は飛んでっちゃうよ。当時の日本軍機の防弾ガラスは 6.5 ミリの弾は防げる。エンジンの弱い部分にでも当たらない限りパイロットは無傷だよ。コメントを見る限り、我が国の人々の目はしっかりと覚めているようだ。